だって僕、政治系であんま炎上したことないですけど、山本太郎さんの悪口言った時だけ、1ヶ月ぐらいずっと粘着されますよ。だなろうんね。かあの力は半端じゃなくて、もう絶対言及しないって決めた。山本太郎。令和の悪口言うと永遠に認定されて絡まれる。すごいね。いや、だから令和がどうとかじゃないですけど、やっぱ左の人たちって本当にすごいですよね。いや、ほんとそうだよね。怖い、恐ろしい、本当に。人はなんで左に行くんですかね。あれはちょっと俺もちょっとわかんないところがあるね。水道橋博士とかでしょ。そう。何なんだろうね、あれね。本当。あんま言うとまたこれが YouTube で切り抜きされてマジで攻撃されるの嫌だな。まあだけどさ、山本太郎が言ってることとかマジで。破綻してますよね。もう、いっそ山本太郎さんに政権握らせてむちゃくちゃにして、ほら、こうでしょってやってほしいぐらいですよね。でもさ、それはさ、ソ連が実験したわけじゃない。共産主義がいかにダメなのかっていうことをもう証明されたわけじゃない。歴史が何回も証明してんのに、でもわかんだよな、気持ちは。僕も多分就職失敗して、今、友達もあんまいなくて、金も稼げなかったら、ホリエモンとか僕のことめちゃめちゃムカつきます。わかりますよ、僕は。許せないって。やっぱ山本太郎だろうって思いますよ。自分が失敗してるのはあいつらのせいで、自分の能力が低いことを認めたくないんでしょ？一部の権力者とか成功者に見える人たちが、旨味を、わかる。山本太郎は、多分それを、山本太郎はね、利用してる。わかります。本当に。あの人、賢いですよね。無邪気にやってないですよね。分かってやってますよね。わかってやって。非常にそこの空気感をうまいことキャッチしてやってんなって。僕はあなたたちの味方ですよって言ってるわけです。僕は弱者の味方ですよって。だから山本太郎もめくられるんじゃない？どっかで。ガーシーにめくってもらおうよ。でも、ぶっちゃけね、これ、太郎さんの周りの方々は、めくられても失望しない人たちです。マジか。そこまで洗脳されてんのか。洗脳というか、それでもいいって思うし、それすらも陰謀だって思える方々でしょ。あー、なるほど。陰謀だと思うのか。そういう集団って、敵が出ると、共通敵が出ると、団結しますからね。なるほどね。だから強いですよ。別に山本さんが何してようと、皆さん、負けないでしょ、そんなのに。真実が見たいわけじゃないんだ。真実が見たいわけじゃないのか。別に山本さんに限らず、世の中はそういう意識だって、別に宗教団体の幹部に何言われようと信者は団結するじゃないですか。むしろ盛り上がるんですよね。朝原彰晃とかね。そう、マスコミが洗脳しようとしてるって。令和さんがそうだとは言いませんけど、多分そういう風になりますよね。なるね。だからガーシー法が効かないんじゃないですか、彼らには。確かに。どうでもいいっていう。ガーシー法聞かない説は、俺もそう 思うわ。全然スルーですよ。むしろ固まるって。あんな人そもそも詐欺してドバイ逃げてるのおかしいじゃないですかね。終わりですよ。確かに。俺もだからそういう人たちから、あなたは証券取引法違反で実刑判決を受けた犯罪者だとか言われそう。そもそも犯罪者が言ってることなんて信じるのがおかしいっていう。終わりですよ。でもそうだわ。確かに。物事を一個一個是々非々で考えられる人は、別にゴーンが言ってようが、ホリエモンが言ってようが、井川さんが言ってようが、これは正しい、これは違うかなって考えられますけど、やっぱそうじゃない人は犯罪者が言ってることイコール間違いってなりますから。